さあその立ち上がりの村田の投球に注目しましょう。低めとか今インコース投げましたね、はい、そういうところはやっぱり一つ一球投げるでも好調だっていうことが言えるんじゃないでしょうか。繊細な部分とこう向かっていくっていう、そういう気持ちが現れて思いますから、まあ本当で走者出た時にまあ自分自身でこう我慢できるって言いますかね、我慢の投球もこうできますからね。そしてストライク村田さんなんですが、その村田さんから見た大栄の村田のフォークボールはどうなんでしょう。うまく合わせた。これは非常に上から下に落ちましたらいいフォークボールですね。完璧ですよ、ね、うん、まあ、今一番フォークボールで絶対的な持ってるのは横浜の佐々木じゃないでしょうかね。あ、これも落としました。落としてという風な面でちょっと出遅れた部分ありますけど ね、もう練習熱心だしね、とにかく、でもそうですね、チャンスに強いっていうね、まあ4番いい座ってきたと思いますよ。いい当たりですが、これが近鉄打線の怖さの一つでもあります。6番の鈴木です。コントロールを持ってますから ねだからバッターの方とすれば村田やっぱスライダーシュート頭の中整理して入るんですけど、いえ村田の立ち上がりです。フォアボール。ヤジン打ち、いいと思いますね、真ん中でしたが2アウト3アウト、中根最悪、1点に終わり、イエローカードも取っておきたいななんていう話も出てましたけどね。いや、まあそれより一つ一つこうセーブとの、追い込みます。次のボールは大きなレフトフライでした。歪み谷、落ちます。そうですね、もちろん調子いい時はストレートの後ズバッとこうフォークボールもいいんですけどね、空振りです。弾みをつけてますね、だよく言うんですよ、点をもらった後のゼロを抑えるのがこう選手点を与えないといろんなポイントありますけどね、決めきてるんですよね。ストレート、詰まった、あー、うまく取る、それもね1回から9回までね、もうとにかくある意味ではここまで勝ってくるとポイントっていうのありますからね、このバッターで早くアウトにしたいときはスライダー勝負、ストレート勝負とか、ピッチャーっていうのは勝てば勝つほどね、やっぱり完璧っていうのは良かったなっていうのはおそらく 2,3 試合しか突き詰めてるないと思うんですよ。ここはどんなボールを狙おうというふうに考えますかね。いや、もうストレートを狙ってますよ、だから村田はストレートを高めにこう振らしてますよね、もう徹底してアウトコースぐらいのこうなんて言いますかね、スライダー変化球でいくんじゃないでしょうかね。回ったか、回ってますなって感じがしますよね。だからそれだけまあボールがこう石井とすればコースが分かる、石井です、2安打ピッチングの村田です。完全に詰まらせた。浜中、ちょっと見られない場面ですからね、さあもう一人レイノルズ、これね、そこまでの、まあ、次元がもう少し高いところを置いてるんですよ。高いっていうのは、もっとイニングでいけばですよ、持っていけないとこう初球の入る鈴木っていうのは早いですからね、打ってくるの、ああ、なるほど、なんですよ、
プレーでしたが、なかなか内角球はね、こう一つ引っ張れないっていうね、村田からは1安打ですが、その1本はホームラン。7回8回に近鉄はランナーを送っています。それ以外は三者凡退。話していたベンチですが、この村田に対してはそうはいきません。人が攻めてますよ。また打ち、森脇うまく取った。これは悪い方のありましたし、この浜名の好プレーがありましたね。ありましたね。レイノルズ3アウト。